CNN の記事を一部割愛してお伝えします。ミャンマーで少数派のイスラム教徒ロヒンギャが窮状に陥っている問題をめぐり、ミャンマー政権の事実上のトップ、アウンサンスーチー国家顧問に対して、イギリスのオックスフォード氏が過去にスーチー氏に授与したオックスフォードの自由の表彰が撤回されることになりました。市議会はスーチー氏に対し、ミャンマーでの民族浄化を阻止するため全力を尽くすよう書面で求めていましたが、返答がなかったということです。スーチー氏は1964年から1967年にかけてオックスフォード大学で学び、在学中に夫の故マイケル・アリス氏と出会って家庭を築きました。ミャンマー西部ラカイン州の衝突では、隣国バングラデシュへ避難したロヒンギャが8月25日以来ほぼ50万人に達しています。動議を提出した労働党のメリー・クラークソン議員は、スーチー氏から返答がないことや、数えきれないロヒンギャ女性が性的暴行の被害に遭っているという訴えをスーチー氏が偽レイプと片付けたことなどを理由に挙げましたということですね。そしてもう一本、時事通信の記事を一部割愛してお伝えします。ミスミャンマーの栄誉に輝いた女性が、イスラム系少数民族ロヒンギャの武装集団が西部ラカイン州での対立を煽っていると非難する生々しい内容の動画を投稿した後、優勝を取り消されていたことが分かりました。問題の動画はミスグランドミャンマーで優勝したシュイ・エアイン・シーさんが先週フェイスブックに投稿したもので、その中でロヒンギャの武装集団がメディアを使ったキャンペーンを主導し、ロヒンギャが迫害されているように思い込ませて世界を騙していると非難していました。動画にはカメラに向かって話す C さんと、顔中血まみれで切り傷だらけの人々や全裸の赤ちゃん、ロヒンギャの武装組織アラカン・ロヒンギャ救世軍が投稿した動画から作成した画像が映っていました。ミスグランドミャンマーの主催者は1日、動画に一切触れることなく規約違反により C さんの優勝を取り消すと発表しました。しかし C さんは3日、主催者の説明は事実無根だと Facebook に反論を投稿し、ロヒンギャに関する動画と関係があると主張しておりますという。僕は多分須田さんがね、まとまった解説をしてくれると思うんで、僕は断片的解説からいきましょう。はい、はい、まずアウンサンスーチーっていうのは悪党だってことです。でこれはね、朝日新聞をはじめ、朝日新聞と NHK じゃないかと思うんだけどね、はい、アウンサンスーチーってなんかいい人だってずっと放送したんですよ。この人のお父さんは独立戦争をやった人なんだけど、アウンサン将軍ですよ。本人はアウンサンスーチーは若い頃イギリスに留学して、イギリスで勉強して、夫もイギリス人で、僕の個人的見解ね、武田の個人的見解です。イギリスのビルマ占領の工作者だね。国を混乱させるためので、ディバイド&ルールって言ったかな、分割して統治せよ、イギリスのね、要するにその特にビルマなんか、今ミャンマーって言ってますが、ビルマなんかは多民族国家だから、そこをこのそれぞれのところを対立させるようにして、ずっとそのイギリスが支配したわけですね。だからイギリスってのは極悪人なんですよ。極悪人のとこ行って勉強するなって、まず第一に。で、極悪人のところに行って勉強したスーチーさんが、あくまでもいい人のように報道をし続けた日本、で日本人だからノーベル平和賞なんてもらうとね、ノーベル平和賞っていうのはもうろくな人に行ってないんですよ。そのノーベル平和賞を取ったとか言って、林立ててね、今ね、スーチーさんが一番支持してるのはね、中国共産党なんだから、一番人権を圧迫してる。だからまずはこの放送を見てる方はね、スーチーさんの悪党であると、まあアジア人にとってはとにかくものすごく最悪な人ですよ。人種差別はあるしね、それからイギリスの手先だし、国を混乱させてきたし、まあそういう点ではですね、やっぱりまあそういうふうに思います。それからロヒンギャの問題ね、これは麻薬の問題なんですね。麻薬っていうのはですね、日本人は麻薬は非常に素晴らしい、世界で唯一の民族だったんですね。麻薬っていうのは南の人が、時間つぶしに作ったものなんですよ。はあ、昔ね、南の人はね、海に行きゃ魚でしょ、口開けてりゃバナナ、だから全然生活困らない。はい、そうするとね、一日暇なんですよ、テレビないし。どうするかっつったらね、僕らが日本の年取りが会社から帰ったら酒飲んでぼーっとして寝るのと一緒なんですよ。時間潰さなきゃいけないから麻薬が発達したんですよ。
で麻薬を吸って、ええ、あのものすごくいい人生を送ってきたわけ。暇つぶしのためのだから麻薬は何でかって言ったら気持ちよくなるんです、で気持ちよくなったらいけないっていう人がいるんだよ、気持ちよくなったらいけないって、はい、そんなことないでしょ。人間暮らすのに自分の体なんだから、あんたこれ麻薬なんか変なんかあったらひどくなるよって言って、それでも俺はもうどうせ生きてたって魚食ってバナナ食ってるだけじゃ暇だから、はい、ね、あとは麻薬でやりたいよって言うから、南の国は麻薬に対する罪悪感ないんです、社会を崩すこともないんですよ、働かなくていいから、ところがそのインド麻薬とかそういう麻薬が、このリンガの麻薬なんかもそうだけど、それがヨーロッパに行ったんですよ、するとヨーロッパは生活が厳しいから、麻薬を吸い出すと社会が壊れるんですよ、それで麻薬は悪だになったんですよ、はい、ところが日本ね、日本は素晴らしいんですよ、南の国ほど暇ではないの、まず北の国ほど厳しくないの、普通に生活してると豊かなの、そこで日本人はどういう選択したかっつったら、もうどんどん麻薬入ってくるんですよ、中国アヘン戦争が、一回も吸わないんですよ、日本民族っていうのはね、タバコの禁止令っていうのはね、あの歴史的に2回出てるんですよ、ところが麻薬の禁止って取り締まりを1回もやったことないんですよ、昭和23年に GHQ がアメリカ人の黒人が麻薬を使わないように規制した、あと1920年代に世界の麻薬協会が規制してくれっていうから形式上規制した、で日本人っていうのは麻薬は吸わないんですよ、なぜかって言ったら日本の風土があまりに優れてて、麻薬を吸うような風土じゃないんです、まあ、この場合は麻薬って大麻、はい、大麻も普通の麻薬もそうです、アヘンなんかもそうでね、アヘンとかコカインとかヒロイン、あのコカインとかケシね、ケシから来るやつ、それから大麻の朝から来るやつ、全部いらないんで、日本人はねもともと生活自体に麻薬を必要としないんですよ、必要とするとしたらお酒タバコぐらいだ、あれ麻薬ですからね、あの麻薬なんですけど、はい、だから日本人っていうのは麻薬に対して特別な感じを持ってるはずなんですよ、だあれ何かあるらしいけど俺たち関係ないよ、俺たちそんな麻薬なんか関係ないから、ちゃんとあ米作って食べてやってるから、ところがそのヨーロッパの文化が麻薬は悪だという文化が入ってきて、それをそのまま鵜呑みにして絶対ダメなんていう用語ができたんですよ、だからもう全然ね、日本人の方が文化優れてるんですよ、日本人はこの目の前に麻薬という毒物があっても、俺たちはそれに触れないよっていう、そういう文化、誘惑されない、そうそう誘惑されないっていう文化、ヨーロッパはそれを厳禁して止めて死刑かなんかする文化、だ内容はまあ暇だから吸おうっていう文化、それはどの文化が優れてるかって言ったら日本の文化が一番優れてるのにね、この頃禁止したりするんですよ、はあはあ、それからもう一つね、ミス、はい、ミスね、ミスミャンマー、はい、ね、今ねちょうどね、あのミスの審査の時期なんです。武田先生はもうそのミス、はい、いわゆるコンテストの審査員が、10月18日に愛知県大会、11月21日だったか全国大会で、ミスが選ばれていくんですね、ミスはだいたい夏に訓練していくんですよ。どういう訓練するんですか。あ、美しくなる訓練いやいや、あのね、僕はねミスの審査員になるまでね知らなかったんですよ。ミスというのは美人がなるもんだと思ってたんですよ、はい、それでね審査を始めるとね、審査っていうのは何を審査するかって、女性の美を審査するんですよ、で女性の美っていうのはね、はい、オリンピックの選手と同じようにね、鍛えると伸びるんですよ。本当にそうなんですよ。それでね19歳、一昨年かな、19歳の超美人がいたんだけど、ミスにならなかった。やっぱね美人は美人です、プロポーションも素晴らしいんだけど、美しさが出ないんですね。その形、物理的な形が美人なんで、動きも美人だけど、わかるな、これなんつうの、お店入りたてのさ、田舎臭いさヘルプもさ2、3年経つとやっぱりすごい美人になるよね。そうなの、その例えですか。それね、僕ね、あの、まあ、美人大学にいたこともあったんだけど、女性の美っていうのはね、こう輝いてくるんですよ、それであれね18か19で、あの、応募できて26までなんですよ、ね、それね何回か受けてくるのがいるわけ、はい、やっぱりね素晴らしくなってくる。それでね、その女性としての美しさばかりじゃなくて人間性も良くなってくる。はそれであの審査員はね、何が役得かったらね、はい、前の年の各県のミスがアテンドでついてくる、食事取ってくれたり、もう超美人だからねみんな、それが素晴らしいんだけど、ね、あのもうだから顔見知りにもなってくるんだけど、はいはい、本当にね、あのミスっていうのはね、あのイベントとして素晴らしいね。オリンピックと同じですよ、まあ、女性の美しさを磨くところってそこしかなくて、
それでそこで審査して、本当にこの人が美しいっていう。だからね、テレビ見て、僕なんかミスの審査員やるまでは、ね、テレビ見てね、なんかちっとも美人、美人じゃないじゃないと思うことあったの。これ何の話題かってロヒンギャでしょ。これロヒンギャじゃないの今、はい、何の俺が喋ったりのロヒンギャのほらミスが取り消されたって言うからでそこもミスミャンマーでね、これはね、いやミスミャンマーがあの王冠を剥奪されたら大したことないって言うけど、僕はそうじゃなくて、ミスミャンマーになるためにはね、本人はすごい努力して、オリンピックいう金メダルですから、だからそういう努力をしてなった人がそんなつまんないことで王冠取るなっていうのは言ってるわけです。ただ要望とプロポーションがいいだけでなったわけではなくて、全然違う、うんうん、まあ、でもこのね、やななその政治的背景が原因で、それは須田さんの方で解析していただきます。いやいや、まあ、政治的背景っていうのもね、さっき冒頭まさにね、武田先生がズバリ言われていただいたように、イギリスの分割統治、はい、つまり、ビルマを、まあ、元々、まあ、ミャンマーね、前の、ビルマをですね、はい、ある種内部対立をさせることによって、イギリスは最終的に、統治をするっていうスタイル、まあ、これどこでもそうなんだけどね、イギリスはどこでも同じスタイルを取るんだけども、そのためにロヒンギャって連れてこられた人たちなんですよ、ミャンマーの外から連れてこられた、はい、で加えてその全く違う宗教での人たちを連れてきて、そこが対立が起こるように起こるようにずっとやってきたから、こういう状況になってしまったわけですね。中東と同じだよね、だからこういうことを前提としてるわけなんですよ、はい、でそれが今更ながらね、何ですか、オックスフォード、が、まあ、表彰を、撤回するって、はい、何どの口がお前に言ってんだよこの野郎っていうね、お前たちが、お前たち自分自身撤回しろみたいなね、そうそう、うん、ちょっと呆れ返りますよね。だからそのね、ある意味でね、その、植民地支配の生産みたいなことをやってるわけですよ、最終的なね、はい、だとするとこんなことを批判をするとかね、表彰を撤回するんじゃなくて、これはそういったコストであるとかね、労力っていうのはそもそもイギリスが負うべき話なんですよ。そう、批判はイギリスに向かうべきなんですよ。そうだ、あとあのね、慰安婦事件で10億円、朝日新聞が払わんといかんって、今度大阪市がどっかサンフランシスコなんかと姉妹都市どんなこと言ってるけど、あの処理もね、今大阪市長がやってるけど、朝日新聞がやるべきですよ。やっぱ自分が蒔いた種は全部自分でやるっていう、そういう習慣つけないとね。火元出どこですからね。火元だから、嘘だから、これもみんな同じですよ。中東もそうだし。ねえ。で、だから、ぐちゃぐちゃにするだけしといて、何の責任も取ろうとしてない。まあなんか、イギリスって前原みたいなもんだよね。だから、ロヒンギャという言い方は、日本ではロヒンギャって言ってるけど、必ずしもロヒンギャって言わないでね、あのビルマの中のイスラム教っていう時もあるんですよ、そういうその違うの入れてきて、だから仏教国のイスラム教入れてきてね、はい、混乱させてるわけだから。人種も違うんですもんね。人種も違う、厄介ですねこれはね、本当に。だから本当にね、イギリスって本当に悪いことしてきた、ね、それをね、日本のマスコミがね、まさにそのアウン・サン・スー・チーは素晴らしい諏訪とかね、それイギリスの王室をなんとかチャールズなんとかとか、もう考えられないね僕なんか。でしかもさ、バングラデシュって最貧国だから、 そうそう、そこに行ってまたバングラデシュも経済的に財政的に困っちゃうね。まあね、あんまりこれで麻薬は悪いとかもうむちゃくちゃなんですよ、統一した思想がきちっとした思想はないんですよね。避難していました。動画にはカメラに向かって話す C さんと、顔中血まみれで切り傷だらけの人々や全裸の赤ちゃん、ロヒンギャの武装組織アラカンロヒンギャ救世軍が投稿した動画から作成した画像が映っていました。ミスグランドミャンマーの主催者は1日、動画に一切触れることなく規約違反により C さんの優勝を取り消すと発表しました。しかし C さんは3日、主催者の説明は事実無根だと Facebook に反論を投稿し、ロヒンギャに関する動画と関係があると主張しておりますという。僕は多分須田さんがね、まとまった解説をしてくれると思うんで、僕は断片的解説からいきましょう。はい、はい、まずアウン・サン・スー・チーっていうのは悪党だっていうことです。でこれはね、あの朝日新聞はじめ、あの朝日新聞と NHK じゃないかと思うんだけどね、はい、アウン・サン・スー・チーってなんかいい人だってずっと放送したんですよ。まあ、この人のお父さんは独立戦争をやった人なんだけど、アウン・サン将軍ですよ、ね、本人はアウン・サン・スー・チーは、若い頃イギリスに留学してイギリスで勉強して、夫もイギリス人で、僕の個人的見解ね、武田の個人的見解です、あの
イギリスのビルマ占領の工作者だね。あの国を混乱させるための。あで、あのディバイド&ルールって言ったかな、あのね、分割して統治よ、あのイギリスのね、要するにその特にビルマなんか、今ミャンマーって言ってますが、ビルマなんかはあの多民族国家だから、そこをこのそれぞれのところを対立させるようにして、ずっとそのイギリスが支配したわけですね。だからイギリスってのは極悪人なんですよ。極悪人のとこ行って勉強するなって、まず第一に。で、極悪人のとこに行って勉強したスーチーさんが、あくまでもいい人のように報道し続けた日本。これ日本人だからノーベル平和賞なんてもらうとね、ノーベル平和賞ってのはもうろくな人に行ってないんですよ。そのノーベル平和賞を取ったとか言って、生やし立ててね、今ね、あのスーチーさんが一番支持してるのはね、中国共産党なんだから。一番人権を圧迫してる。だからまずは、この放送を見てる方はね、スーチーさんと悪党であると。まあ、アジア人にとってはとにかくものすごく最悪な人ですよ。人種差別はあるしね、それからイギリスの手先だし、国を混乱させてきたし、まあ、そういう点ではですね、やっぱりまあそういうふうに思います。それからロヒンギャの問題ね、これは麻薬の問題なんですね。麻薬っていうのはですね、日本人は麻薬は非常に素晴らしい、世界で唯一の民族だったんですね。麻薬っていうのは南の人が、時間つぶしに作ったものなんですよ。昔ね、南の人はね、海に行けば魚でしょ、口開けてればバナナ、だから全然生活困らない、そうするとね、一日暇なんですよ、テレビないしどうするかっつったらね、僕らが日本の年取りが会社から帰ったら酒飲んでぼーっとして寝るのと一緒なんですよ。時間潰さなきゃいけないから麻薬が発達したんですよ。で、麻薬を吸って、ものすごくいい人生を送ってきたわけ。暇つぶしろ。そうそう。麻薬を吸うような風土じゃないんです。まあ、この場合は麻薬って大麻。大麻も普通の麻薬もそうです。アヘンなんかもそうでね。アヘンとかコカインとかヒロイン、コカインとかケシね。ケシから来るやつ。それから大麻の朝から来るやつ。全部いらないね。日本人はね、もともと生活自体に麻薬を必要としないんですよ。必要とするとしたらお酒、タバコぐらいだ。あれ麻薬ですからね。麻薬なんですけど。だから、日本人っていうのは麻薬に対して特別な感じを持ってるはずなんですよ。あれ何かあるらしいけど、俺たち関係ないよ。俺たちそんな麻薬なんか関係ないから。ちゃんと米作って食べてやってるから。ところが、そのヨーロッパの文化が、麻薬は悪だという文化が入ってきて、それをそのまま鵜呑みにして、絶対ダメなんていう用語ができたんですよ。だからもう全然ね、日本人の方が文化優れてるんですよ。日本人はこの目の前に麻薬という毒物があっても、俺たちはそれに触れないよっていう、そういう文化。誘惑されない。そうそう、誘惑されないっていう文化。ヨーロッパはそれを厳禁して止めて死刑かなんかする文化。内容はまあ暇だから吸おうっていう文化。それはどの文化が優れてるかって言ったら、日本の文化が一番優れてるのにね、この頃禁止したりするんですよ。それからもう一つね、ミス。ミスね。ミスミャンマー。はい。今ね、ちょうどね、ミスの審査の、時期なんです。武田先生はもう、ミス、いわゆるコンテストの審査員が、10月18日に愛知県大会、11月21日だったか全国大会で、ミスが選ばれていくんですね。ミスは大体夏に訓練していくんですよ。どういう訓練するんですか？美しくなる訓練いやいや、僕はね、ミスの審査員になるまでね、知らなかったんですよ。ミスのは美人がなるもんだと。だから麻薬は何でかって言ったら気持ちよくなるんですよ。で、気持ちよくなったらいけないっていう人がいるんだよ。気持ちよくなったらいけないって、そんなことないでしょ。人間暮らすのに自分の体なんだから、あんたこれ麻薬なんか変なんかあったらひどくなるよって言って、それでも俺はもうどうせ生きてたって魚食ってバナナ食ってるだけじゃ暇だから、ね、あとは麻薬でやりたいよって言うから、南の国は麻薬に対する罪悪感ないんです。社会を崩すこともないんですよ。働かなくていいから。ところがそのインド麻薬とか、そういう麻薬が、このリンガの麻薬なんかもそうだけど、それがヨーロッパに行ったんですよ。そうするとヨーロッパは生活が厳しいから、麻薬を吸い出すと社会が壊れるんですよ。それで麻薬は悪だになったんですよ。ところが日本ね、日本は素晴らしいんですよ。南の国ほど暇ではないの、まず。北の国ほど厳しくない。普通に生活してると豊かな、そこで日本人はどういう選択したかっつったら、
もうどんどん麻薬入ってくるんですよ、中国は偏戦争が、一回も吸わないんですよ、日本民族っていうのはね、タバコの禁止令っていうのはね、あの歴史的に2回出てるんですよ、ところが麻薬の禁止って取り締まりを1回もやったことないんですよ。昭和23年に GHQ がアメリカ人の黒人が麻薬を使わないように規制した、あと1920年代に世界の麻薬協会が規制してくれっていうから形式上規制した、で日本人っていうのは麻薬は吸わないんですよ、なぜかって日本の風土があまりに優れてて、CNN の記事を一部割愛してお伝えします。ミャンマーで少数派のイスラム教徒ロヒンギャが窮状に陥っている問題をめぐり、ミャンマー政権の事実上のトップ、アウンサンスーチー国家顧問に対して、イギリスのオックスフォード氏が過去にスーチー氏に授与したオックスフォードの自由の表彰が撤回されることになりました。市議会はスーチー氏に対しミャンマーでの民族浄化を阻止するため全力を尽くすよう書面で求めていましたが、返答がなかったということです。スーチー氏は1964年から1967年にかけてオックスフォード大学で学び、在学中に夫の故マイケル・アリス氏と出会って家庭を築きました。ミャンマー西部ラカイン州の衝突では、隣国バングラデシュへ避難したロヒンギャが8月25日以来ほぼ50万人に達しています。動議を提出した労働党のメリー・クラークソン議員は、スーチー氏から返答がないことや、数えきれないロヒンギャ女性が性的暴行の被害に遭っているという訴えをスーチー氏が偽レイプと片付けたことなどを理由に挙げましたということですね。そしてもう一本、時事通信の記事を一部割愛してお伝えします。ミスミャンマーの栄誉に輝いた女性が、イスラム系少数民族ロヒンギャの武装集団が西部ラカイン州での対立を煽っていると非難する生々しい内容の動画を投稿した後、優勝を取り消されていたことが分かりました。問題の動画はミスグランドミャンマーで優勝したシュイ・エアイン・シーさんが先週フェイスブックに投稿したもので、その中でロヒンギャの武装集団がメディアを使ったキャンペーンを主導し、ロヒンギャが迫害されているように思い込ませて世界を騙していると解説をしてくれると思うんで、僕は断片的解説からいきましょう。はい、はい、まずアウンサンスーチーっていうのは悪党だってことです。でこれはね、あの朝日新聞をはじめ、朝日新聞って NHK じゃないかと思うんだけどね、はい、アウンサンスーチーってなんかいい人だってずっと放送したんですよ。まあまあ、この人のお父さんは独立戦争にやった人なんだけど、アウンサン将軍ですよ、ね、本人はアウンサンスーチーは、若い頃イギリスに留学してイギリスで勉強して、夫もイギリス人で、僕の個人的見解ね、武田の個人的見解です。大学で学び、在学中に夫の故マイケル・アリス氏と出会って家庭を築きました。ミャンマー西部ラカイン州の衝突では、隣国バングラデシュへ避難したロヒンギャが8月25日以来ほぼ50万人に達しています。動議を提出した労働党のメリー・クラークソン議員は、スーチー氏から返答がないことや、数えきれないロヒンギャ女性が性的暴行の被害に遭っているという訴えをスーチー氏が偽レイプと片付けたことなどを理由に挙げましたということですね。そしてもう一本、時事通信の記事を一部割愛してお伝えします。ミスミャ、CNN の記事を一部割愛してお伝えします。ミャンマーで少数派のイスラム教徒ロヒンギャが窮状に陥っている問題をめぐり、ミャンマー政権の事実上のトップ、アウンサンスーチー国家顧問に対して、イギリスのオックスフォード氏が過去にスーチー氏に授与したオックスフォードの自由の表彰が撤回されることになりました。市議会はスーチー氏に対し、ミャンマーでの民族浄化を阻止するため全力を尽くすよう書面で求めていましたが、返答がなかったということです。スーチー氏は1964年から1967年にかけてオックスフォード、ミャンマーの栄誉に輝いた女性が、イスラム系少数民族ロヒンギャの武装集団が西部ラカイン州での対立を煽っていると非難する生々しい内容の動画を投稿した後、優勝を取り消されていたことが分かりました。問題の動画はミスグランドミャンマーで優勝したシュイ・エアイン・シーさんが先週フェイスブックに投稿したもので、その中でロヒンギャの武装集団がメディアを使ったキャンペーンを主導し、ロヒンギャが迫害されているように思い込ませて世界を騙していると非難していました。動画にはカメラに向かって話すシーさんと、顔中血まみれで切り傷だらけの人々や全裸の赤ちゃん、ロヒンギャの武装組織アラカン・ロヒンギャ救世軍が投稿した動画から作成した画像が映っていました。ミスグランドミャンマーの主催者は1日、動画に一切触れることなく規約違反により C さんの優勝を取り消すと発表しました。 C
しかし C さんは3日、主催者の説明は事実無根だと Facebook に反論を投稿し、ロヒンギャに関する動画と関係があると主張しておりますという。僕は多分須田さんがね、はい、まとまった